おはようございます。6月25日火曜日の東京インフォメーションです。東京都は音声を多言語で表示する透明ディスプレイを都有施設に設置しました。この透明ディスプレイは外国人の多言語での質問と日本語の案内をリアルタイムに多言語と日本語で表示することでスムーズなコミュニケーションを可能にします。聴覚に障害がある人は付属のタブレットに文字入力を行いディスプレイに表示することができます。対応言語は英語、中国語、韓国語など32カ国語で表示します。来年開かれる東京2025世界陸上および東京2025デフリンピックに向けて都庁舎総合案内ほか全38カ所の都有施設に設置されています。東京都パラスポーツ次世代選手発掘プログラムの参加者を募集しています。今年度は第1回が9月28日土曜日に武蔵野総合体育館で行われ第2回が11月30日土曜日に文部東京スポーツ文化館で行われます。それぞれ自身の能力的特徴を把握するための体力測定会と自分に合う競技を見つけ専門家に相談ができる競技体験会が行われます。対象となるのは都内在住、在学、在勤のいずれかで障害があるなどの要件をすべて満たす人です。参加を希望する人は入力フォームか郵送で第1回は8月28日水曜日までにお申し込みください。第2回は10月30日水曜日締め切り予定です。また今年度はスポーツ用義足車椅子事前体験会も開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。東京自死遺族総合支援窓口では電話による相談に加えメールによる相談を開始しました。東京自死遺族総合支援窓口のメールによる相談の対象は身近な人を自死により亡くした人です。ホームページにある相談フォームからご相談ください。必要な手続きへの対応に関する助言、専門の相談や支援機関の紹介などを行います。相談は無料で、秘密厳守、24時間受け付けています。都は高校生を対象とした福祉の職場体験事業を夏休みの期間中に実施します。福祉を知ろう、お仕事体験の対象となるのは都内在住または在学の福祉の仕事に興味関心のある高校生です。職場体験先の事業所に通えることや保護者の同意を得ていることが要件になります。職場体験先は都内の福祉サービス事業所およそ70カ所です。実施期間は来月22日月曜日から8月31日土曜日までの夏休み期間で各受け入れ施設が定めた日時になります。体験は1人1回、
3時間から4時間で、募集は先着300人です。参加を希望する人は、希望する体験先を選んで、ホームページの参加申し込みフォームから、来月10日水曜日までにお申し込みください。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。